戦国大名の文国支配1戦国大名は、家臣団の統制や両国の支配のために政策を次々と打ち出した。中には、両国支配の基本法である文国法を制定するものもあったが、幕府法、守護法を継承した法、黒人一揆の規約を吸収した法などが見られ、中世法の集大成的な内容であった。また、 家臣相互の紛争を自分たちの実力による死闘で解決することを禁止した喧嘩両成敗など戦国大名の新しい権力としての性格を示す法も多く見られた。有名な文国法には人材登用家臣の城下町収繕を規定した朝倉市の朝倉高影城城171か条からなる 伊達市の人海舟、喧嘩料成敗、資本の禁止を規定した今川市の今川から目録。同じく、喧嘩料成敗を規定した武田市の甲州ハットの次第。その他、大内市の大内市を着手書き、相良市の相良市ハット、北条市の総雲寺殿の21箇条。結城市の結城市新ハット、六角市の六角市式目。 三好氏の進化性式超粗壁氏の超粗壁氏を着手書きがある